秋月に桜を見に来ました。満開でした。秋月は山沿いにあります。秋月には山城の跡や城下町があります。ここですね。でもこれ満開だと思うよ。満開よ。これだよ。あとはもう散ってくばい。満開の桜はとても綺麗でした。たくさんの人が桜を見に来ていました。江戸時代はここに城の門がありました。山城の跡です。山城は山の上に建てられた城のことです。戦いの時に有利でした。城跡には神社がありました。神社には誰もいませんでした。とても静かで気持ちよかったです。秋月の名前は秋月氏に由来します。秋月氏は13世紀からこの地方を治めました。階段を降りるのは怖かったです。田んぼの脇に水路がありました。田んぼの石垣が見えます。たくさんの春を感じることができました。